でですすがこんばんばーチチャルのルルのさっき、プリキュア、あれだね、この後すぐだけだったね。珍しいや。ということで、えー、今日は、プリキュアがですね、えーと、お休みというか、まあ、デパプリの、その、続きではなく、ハグプリの映画が、 三週にわたって放送されるということで。で、プリキュアが終わった後は仮面ライダーリバイスで、そういうリバイスが終わった後はドンブラザーズということで見ていきたいと思います。で、えっと、事前に言うとくがな。あの、ちょいちょいマイクをオフにしてしまうと思いますが、ご了承ください。 あ、気づいてくれた。時計が変わってる。そうなんです。実はちょいちょいね、配置を変えてみたんです。そういう細かいところに気づいてくれるコウモリさん好きよ。<laughs> 細かい、本当にもう些細なことですけどね。あ、でもこの時計はあの、お借りしました。ありがとうございます。素敵な時計を。 お借りしてしまいました。これで見やすくなったよね、時間もね。あら、しょさんいらっしゃいまし。えっと、今多分書き込めるチャット欄の書き込める設定をね、変えてると思うんですけど、それはあの先週と同じ理由です。先週と同じ理由なので。 みんな、刺してくれ。刺 <laughs> してくれっていうか、概要欄に書いてあるので。あ、書いてないかもしれない。消しちゃったかもしれない。あの、某作品のネタバレ防止のために、そういう設定にしてます。あ、MMM さん、メンバーありがとうございます。嬉しい。メンバーシップ入ると、鮭が触れます。<laughs> 日朝同時視どっちかの配信をより楽しめるスタンプが使えるのでいっぱい使ってねあえ映画だこれあれじゃないプリキュアの映画始まる前にプリキュア喋ったりするじゃんそれじゃんやった鉄ンプリが喋ってくれたーうわ ちなみに今回はぐったプリキュア2人はプリキュアオールスターズメモリーズっていう作品なんですけれどもあの初見ですなんだーすごーい映画見本当に映画館で映画見に行った感覚でしたねでパプリキュアあー <laughs> あーそういうそう,そうだよね2人はプリキュアって出てるもんね <laughs> うわー 初代様でございますよやば、かっこえい,いキュアブラック、キュアホワイト。あと、なんだっけえーと、あ、出てこないキュア、えーなんだっけあの金髪の子。サイールミナスキュアっゃなかったっけ ああ。この、な、リポーターのお姉さん。え、ゲストの方とか。あここでたどるのああ。はー 回ってるどころか、もう、それ、あの、G がかかって危ないのでは。えあ、あ、終わった <laughs> これ、あれが実質何、何 オープニングだったん私この映画の情報何にも知らないんだけど、えさっきの、今回の敵今回の敵の声優さん何宮野さんなのえ、宮野さんって、宮野守さんって、プリキュア出てたんそうなん 二人はプリキュアだと、私はキュアホワイト派だった気がする。まあでも、渚も好きなんだよな。渚もかっこいいんだよ。<laughs> 渚も、あの、なんだろう。その、見ていた時と時間が経ってからこう、噛み締めた後にね、その改めてキャラクターの良さがわかるっていうね。 あ、あと、ルチカも初見だし、多分、今見てる子たちも初見の子がいると思うんで、ネタバレはなしでね。多分、いろいろ、これはこうでね、ああでねって言いたくなると思うんですけれど、ネタバレはなしで。お願いします。これはこの先、こういう展開になるんだよって言いたくなる子もいるかもしれませんけれども。え、そのまま そのまんま見送ってくれんのヒーローショーみたいな感じじゃんプリキュアショーかなえあー怖っあこわっえっこわいじゃん <laughs> プリキュアプリキュアだって言ったじゃん高校好き そのさ、あの、ビルの壁とかさ、あと、なんか、電柱とかにさ、足つけてガッってなるやつ。あれ二人はプリキュアですよね。オープニング、そう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 。え、なんかありがてえ。<laughs> ありがてえと思ってしまった。 うわ力が強い。いきなりこれ最初から戦ってるけど、ど、どういうことサニー・ルミナス守ってくれてんじゃんあ <laughs> あああ、そうだ、ハグプリの、ハグプリの時の映画だもんね。<laughs> そりゃ、花ちゃん、うん、出出るわ。 えー、あ、そっか、小村純子さんだ。<laughs> やばちょっと、そうだわ。えっと、ハグとプリキュアって確か、小村純子さん脚本だったよね。えっと、小村純子さんといえば、最近だと前回じゃ、ちょっと前だとルパパと、とかね、脚本をやっていた方でございますけれども。あー、前回じゃあ終わったかと思ったら、また始まったな。<laughs> はあ、あれ本編本編プリキュアやったやったのってなんだっけ小村純子さんハグプリじゃなかったっけヒーリングとプリキュアか失礼しました え、何それの板的なやつ。<laughs> このキャラが宮アドさんなの面白いな。ハグプリっていつだっけ え、いつのプリキュアだったっけハグプリ。そもそもこの映画は何年前の映画なんです ?2018 年。ルパパトじゃん。<laughs> ルパパトじゃん。あ、え、待って、ルパパトやってた時に映画もやってたの小村純子さん。 忙しいここ好き輝く未来を抱きしめて好きキュアエール <laughs>、うん、そうだね。そして今日のドンブラモルパパと、 高村ム子さんに始まり、高村ム子さんに終わる。いや、脚本は違うけどさ <laughs>。脚本は違うけど、出てくるのは多分ルパパとだから。う <laughs> ん、ドンブラもルパパとかやるってことは、実質4年前のテレビ。そうだね。みんな4年前にタイムスリップですか 2018年って言うと、ルチカも、え、配信始めたてじゃん活動始めたてだから、じゃあそんな感覚でいくわえっと、新人 VTuber です <laughs> そう、ルチカ2018年から活動開始した VTuber なんで、そう考えると、そっか。じゃあ新人 VTuber の気持ちでやろうかな。み、皆さん、配信遊びに来てくれてありがとうございます。ちょっとあの、 初めてなんで至らぬところもあると思いますが、よ、よろしくお願いします。<laughs> ホイップデコレーションえなんか、待って、相手の攻撃だよねー色も変わってるから。あー、それでプリキュアの力使ってるけうわうわうわ、待って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  そう、うーわ、うーわ、<laughs> プリキュアの技を使う敵、あじゃあ、あの、実質オタクが敵ということですか宮野さんがじゃあプリキュアということ <laughs> ああ。 えええー、そんなこと、お先と同じじゃんかばってんじゃんあーいなくなってるんだろ、どうせ。あいなくなってない。ちったーいえかわいいあ、なんだ、敵であの、いなくなったかと思ったら、いたわ。えー、記憶がないのえ、公式でこんなことしちゃっていいの かわいい。えアムールおらん。<laughs> 嘘だろ。アムールそうなるのか <laughs>。さっきのあの、ボルトの伏線回収じゃん <laughs>。え、あ、そうだよね。ちっちゃいし、記憶ないから怖いよね。 ああ二人アプリキュアはマックスハート、マックスハート部分がない。これ、さっきシャイニー・ルミナスが光を浴びてたってことは、シャイニー・ルミナスが小さくなったってことえーへー。ああ。みんなして。 カツでの <laughs> 余るがアるール。アルじゃなかった <laughs>。ちょっと待って。いたんじゃん。じゃ、そのでかいボルトないやうん。うわ、はあ、ちょっと待ってうううう今日はホワイトがかばった。あな、なぎさん 私はそういうのに弱いオタク。普段はね、返信後の名前で呼んでいる二人が、もうこういう時に限ってもほんと名前呼ぶ。ああ。はい、ということで今 CM ですね。 いいね。これあの二人はプリキュア好きなオタクはしんどいけどいいよな。エモさを感じるよな。二人でじゃないと変身できないから変身解除しちゃうってね。はあ、いいよな。二人はプリキュアって本当に斬新な 設定だったよな。いやー、関係性オタクとしてはね、変身の仕方もさることながら、必殺技をさ、話すときにさ、あのー、フェイキャーマーブルスクリューって言うじゃん。で、二人で手を繋いでさ、その繋いだ手が、こう、繋いだ手に力を込めれば込めるほど、確かパワーが上がるはずだったんですけど、なんかね、 覚えてるシーンがあってね、すごいギュッとこう力を込めて握った時に、あまりのその強さに、うってなんか痛そうにしながらもでもその力を使って倒すみたいな。そういうシーンがあっていいなと思いました。痛みを感じるほど強く握って、その力を使って戦う。いいね 泣いちゃってるね。あ、<laughs> 元気な元気な顎がもう痛い痛い痛いだ。これのかか可愛い,い。あ泣いちゃったー。これ楽しそうだな <laughs>。いっぱいいっぱい泣いていいんだよなこれ。 メップル、メップルーあ、ああよしよししてた、タミぽー。そういえば、メップルってね、関智和さんだったんだよな。すげえ。うん。あそうだ無事のプリキュアの方が少ないえ あ、二人だけなの二人はプリキュアじゃなくて二人だけプリキュアなのああ、あーずっと泣いている <laughs>。ああ、靴が脱げちゃったよ。 まあ、共に戦えるのは一人だけ。確かにそうなんだよな。なぎさは戦えぬ。あやはぁ、あ。しっかりしてるなぁ。 ああ。そんな、他人を巻き込んじゃいけんよ。んまんぱいや、いらっしゃい。<laughs> 待って、この人は何なんか、今回のゲストの人ですか <laughs> 花お姉さん <laughs>、た、大変 <laughs>、はあ。 ああ、そっかそっか。え、さっきの声優、山本美月さんなの <laughs> マジ <laughs> 旦那さんは瀬戸、瀬戸くん <laughs>。すごいよな。え、瀬戸康二くんだから、実質日夜さん。 日朝に関係がある女優さん <laughs>。あ、噛んじゃうの、そんな。うええー。怒ったらね、余計泣いちゃうよね。 楽しそうなミアノさんじゃん。えああ、せっかく集めたコレクションが。ああ。ああ。自分の力じゃないからだよ。 <laughs> うわっもうねあの自分自身が輝けないから他のところからキラキラを取っちゃおうってやったとしてもね自分の力じゃないから結局虚しいだけなんですよへへ <laughs> <laughs> 熊がよまだ一日経ってないのに疲労困憊じゃあこれはつらいよ世のお父さんお母さんすごいよ偉いよ な、な、なぎさはさ、ほのかだけだからいいよな。<laughs> ほのかだけだからいいよなっていうか、一人だけ <laughs>、分担、分担しないのかい。 これは、最初あの、泣きの演技楽しそうだなと思ってたけど、これがずっと続くの結構しんどいっすね。ふら泣きたくなるよ。不安にもなるよ。あ、優しい。そうだね、みんな不安だから泣いてるのよね。ああ そんな、み、みんなに会いたいあー。泣いちゃった。花ちゃん泣いちゃったよみんなのせいです。ふふーん。 あ,あ、そうだ、今まで、名前で呼んでなかったよね。プリキュアの名前で呼んでたけど、本名では呼んでなかったわ。それは自分たちにとっては、本名で呼んでないから知らないお姉さんだよな。はあ。 そうだよ、プリキュアって言ったってただの中学生普通の女の子だよーあー普通ではないかもしれないけど、普通の女の子だよー <laughs> 泣きたくなる時もあるさ。うん、ええー、あれあ、そっから出てくるの <laughs> なんでそんなこと言うの <laughs> あ、ラスト V さん、ありがとうございます。みんなして、守るんや。そうだね、戦えるのは、二人だけ。二人だけ、プリキュア。 なんだろうこれ、確か15作品目 ?15 周年記念だっけ記念作品だからか、多分歴代のプリキュアのセリフとか使ってるんだろうけど、なんだろうね。なんか、あっさりだよね。セリフってやっぱ言っただけじゃ伝わらんのですわ。ああここで ふ、二たりはプリキュアだから、一人じゃプリキュアなれないから。ははな、ダギさん <laughs> そういえば、二人はプリキュアって今、アマプラで見放題らしい。いあれ、ずっと前から見放題かな。でもね、なんか、最近、見放題で出てきて、へぇーってなっちゃって、見たいなって思いました。え待って。<laughs> うわーうわーこれ、宮野さんだから、よりなんか、煽ってますわね。<laughs> はあ、より、こう、なんか、煽り体勢が <laughs>。うーわーとってもいい。 と待ってくれ変身した後で攻撃受けるのと生身で攻撃受けるのは違うんですよーなわーえこ、こ 何か振るべきえっって何をあっを振ればいいんだ <laughs> 私は <laughs> ペンライトも何も持ってねえ <laughs> <laughs>、うん、コウモイさんたちはねあのメンバーシップに入ってるコウモイさんはペンライト振れますんで振ってください。 けーへー。うん。とっととみんなに返しなさいって言ってたっけさっさとお家に帰りなさいだっけ <laughs> あれそんな感じだったっけ、うん、待って、これで終わりああ,あ,あえ最後まで見れないやつだ。 プリキュアってこの後も続くんと違うのこれはちょっと来週のために何かしらペンライトを用意しないといけないですね。うん、デバイス忘れないであげて。 ドンブラザーズのことも忘れないであげてよ。ね、ああ、終わったー !2 週目を放送するよ。お楽しみにね。来週は2週目だよ。あー ここねちゃん、初めて友達と映画を見た。よかったねーもうそれが聞けただけでもう、私はいいよ、もう。<laughs> そっか、そうだ、ここねちゃん一緒にね。初めて見た映画がハグプリなのオールスターズメモリーズなのいいねー <laughs> これあれかなもしかして、来週もその、新読ボイス、やってくれるのかな それは楽しみですね。どんなお話が聞けるのか。はい。ということでですね。3週にわたってということなので、まあ、今回前編前編だけでもめちゃ熱い展開だったんですけど。え、すご。特別編集はよう編集したよ。どこで区切ろうかなって考えながら編集してくれたんでしょうけれども、とてもいいタイミングで。 続くになってくれましたね。さて、じゃあ、次は仮面ライダーリバイスですね。うん。 ね、新作が作れない代わりに、映画のコメントは新しく撮ってくれて、編集してくれて。いやー、すごいよ、ありがたいよ。大変なのにさ、それでもやっぱ、毎週楽しませてくれるよな。楽しませてくれるってすごい、なんか悪役台詞みたい <laughs>。楽しませてくれる <laughs>。 どうして面白いですね。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。みんなが来てくれるからですよ。みんながコメントしてくれるからできてることなので、本当にありがとうね。いきなり、そっか。そ、そうだね。ホーリーライブから始まるんだね。か、かげろう。うーわー、つばさに包まれ。ホーリーライブいいよなー あこの編集僕好きーうわー、語孔が指していたよ <laughs> ハッピーバースデー。よかった。なんか、狩崎、祝えとか言わなくてよかった。<laughs> 祝いそうな雰囲気だったな。うわー、このね、翼がね、 メカメカしくていいよねふわっと柔らかいやつじゃなくてバキバキになっているあね綺麗よね色がそう綺麗なんよ翼そんなに広げてくれんの <laughs> 自費、うん、はない。あー。ああバイス君も出てきた。みんな、あれだね。大治くんの戦いを見守ってる。あパンチが当たりましたけれどもああ、威力が全然違う。ある意味、2対2なんだけどね。 ウルテカさんも一人で戦ってるわけではなく、ベイル君がいるんですけれども。チームワークとしてはやっぱバラバラなんですが。うん。あ、チャンネル登録、高評価あ、ありがとうございます。とても嬉しい。いや、天使 VS 悪魔。 はあ、爆発しちゃいましたけれども、オルテカさんだ大丈夫かなああオルテカが倒れたあ、背負ってるものが違う。だけど今回なんかオルテカさんの過去とかわかるのかな ベル君使えないって言っちゃったね <laughs>。どうするのあ、ベ、ベル君。ベル君って言っちゃった <laughs>。くんづけしちゃうんだよなえ。え始まりだ。なんだはい。ええー でも倒さないとダメじゃん。えっバイスくんえー、えっ、ーえー、待って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 何喋しゃべっちょるあベルトから飛び立っていった。 ろうってさいなくなったことでだいじくんはギフ様の影響は受けなくなったってことああラブコフは完全にちょっと影響を受けちゃったよねねやっぱぼうそフォームだったねジャックリバイスうどう,どうなってるの ああダブルライダーキークえこれで分離するのかなしないのかへえー。今あれかな力も強くなってるから抑えることしかできないのかしら うん。かぎろうは全部託して、ラブコフはそもそも桜の弱さの現れだから、ああ、影響が二人にはそこまでないのかな。そっか。もともとラブコフ弱かったから <laughs>。多少、多少暴走しても大丈夫ということなの <laughs>。さて、オープニング中に。じゃ、ちょっと今ここまで出た情報整理してくる今日さ、ごめん。ちょっとルチカは夜配信ができないので。 感想会はできないんですけど、ああパパさん、ママさん、幸せになってええ、<laughs> なんで幸せにならないんだよ <laughs> 永遠に幸せになってくれよ <laughs> どうしてどうして <laughs> 苦しい戦いが終わった後のこのリバイスの世界じゃないのかよ <laughs> 幼いオルテカ、ああ、オルテカさんの過去が明かされる楽しみですね。 ほんと、早く仮面ライダーベールの話が見たくて仕方ないですね。来週来週だよね。で、今日が、確か、キャストさんまた公開されるんだっけはぁ、あ。 でも、倒せば、悪魔を倒さなきゃいけないんだけど、倒せば倒すほどギフ様の力が強くなって、変身してる五十嵐兄弟は苦しむことになると。苦しい一気を救え、五十嵐家結束の時、ついに明かされるオルテカのなんだー最後まで読めなかった。あ、バイスク、なんか背中すごい盛り上がってないあれ前からそんな盛り上がってたっけ どんどん、あれかな、一体化してるっていうよりか、バイスくんが、バイスくん要素がどんどん増えていくのかな最終的にイッキくんいなくなっちゃうんじゃないか。えっあーイッキくんお休み中桜ちゃん、そ、それは、 パパさんに聞こう。あ、パパさん。パパさん。え、マパさんが愛おしい。夫、っとごめんなさい。いろんなことか。いろんな考察で、ママさん、もしかしてスパイかもとか言って、ごめんなさい。 こんなううううだってやっと掴んだ幸せだったわけじゃないですかごごめーんうんせに暮らしてくれようんねえそうずっとママさん知った上で子供のへん見てた。え待ってさっきの、ね、わ若わい頃のお二人 えいや、もう最高なんだよ。そのストーリーを、聞いただけで最高なんよ。ああ<ー>、そっか。パパさんを家族を、みんなを、ママさんは守りたかったわけですね。ママさんも変身できなかったとしてもヒーローなわけですわ、これは。 わマ,マさん、ヒーローですわ、これ。変身できるからヒーローじゃないからね。変身しなくても、ヒーローだから。<laughs> あはー。 なあ、おう、ば、バイスくんだよ。<laughs> え、ママさん、優しい。や、優しいよ。<laughs> バイスくんだっていうのも分かった上で、一気いるでしょ来ていいよって。わあ、お兄ちゃん、なんか長男 長女ってでもなかなか甘えられないよね <laughs> 妹弟がいる前だと特に甘えられないけどなんかわい,いいなこのシーンあはあ、うん、ジョージ・カリザキはクールに去るぜ待って10分前何があったあええー <laughs> 待って待って待って急すぎる <laughs> 急すぎるちょっとタタイムタイムタイム 突然のスタンがあんなんもう急すぎてびっくりしちゃったあれ余韻がない <laughs> お風呂上がりに急に外に外で走らされた気分あっオルテカーさんの過去 なんか先生も嫌なやつ。あ、すげえ。天才。<laughs> できましたけど。あー、そっか。親は別に、おったけど。あー、あー、そういう過去ですか。清丸みたいな <laughs>。 <laughs> いや、闇落ち清丸<笑><笑>うんそっかガチの天才自分が賢すぎたがゆえに周りが受け入れてくれなかったパターンですね今時期のガッシュでいう高峰清まろですねはでも清まろにはガッシュがいたから仲間ができたけどオルテカは多分仲間に 会えなかったんだな。相棒には会えなかったんだな。はぁ、あ。へえもう、次から次へと展開が、え待って、まだ12分しか経ってないのマジこんな濃厚な12分ある。ギフ様おらんくなった。え、自由に外出れるようになった。 情報量が多い <laughs>。これ2話分ぐらいの話は前半でやってない <laughs> それだったらどうしよう <laughs> いや、でもね、かなりギュッと詰め込まれてはいるけど、テンポ的にはポンポンポン,ポーンっていうテンポで楽しいですよ、私は。 なんかギフ様あれだね。いっぱいご飯食べるね。いっぱいご飯食べると上がるやつなんだっけエンゲル係数 <laughs> エンゲル係数が高い。うん。老法、オルテカに同情の余地確認 <laughs>。いやー、まあ、賢い。 故に誰も理解してくれないっていうもどかしさと孤独がね、やっぱ子供だから、子供だったからその孤独をどう表現したらいいかわからなくって、誰もでも守ってくれなくってっていう、そんなかわいそうなポジションではあるんですけれども、うーん、ちょっと難しいね。自分の気持ちわかってくれないから行動しちゃってるのかな、なんか、あの、 非常に無慈悲に。人の気持ちを分かってあげられる子になれたらよかったね、オルテカくんね。あつながっとる。え はあ。そうだ。え、捕まっちゃったの。<laughs> えー、バイスくん、良い子。なんか、やっぱ、バイスくん、い,い悪魔だね。 なんか悪魔らしくない悪魔だね。怖がってるね。え、一輝くん。一輝くんの、なんだこの強つよ,つよメンタルは。 この戦いが終わったら銭湯ちゃんお風呂入ろうぜ一緒に <laughs> あ藤島さん顔つきが変わったが一輝くんめっちゃ良かったな今の睨みつける感じあご家族もはいあウウィークエンドシュ週末う <laughs> この戦闘が終わったら戦闘だ <laughs> その言葉でちょっとあの安らぎました私はええー、何はに何何逆に逆に復活させようというやつ ああ、そうね、ずっと見られてた。<laughs> はく、あ、桜はフリーだからスカウトしたんか。他の二人は所属してるから。<laughs> これ、ジョージ、ここに、呼んだら、ど、どうなるんだあ、ゆきみさんって、もう、なれなれしくママさんのこと名前で呼ばないでくれる <laughs> <laughs> あ、そりゃそうですな。う、は、ん、あ。どうし、この三人で、か、疑似家族を演じっていた。 え、どんな生活を送ってたんだろうえ本当にマジ牛島さんママママジセントほに好きマジじゃあ、あのー、また遊びに来てよ。うん、つまりスパイファミリーかあーそれいいね <laughs> スパイファミリーのアニメ4月からですけれども、楽しみです。オープニングエンディングの主題歌。 アーティストを公開されましたよね。あ、さくらちゃんふさくらちゃん。そっか、真に戦うべきものは何ですね。おーおーおー。 ああえ、ちょ、またスタンガンで、<laughs> ひどいよ <laughs> そんなさ、なんかさ、さっきも、さっきもスタンガンで気失わせてたしさ。<laughs> そりゃ、死闘はね、効かないって気絶できないってのはわかってるから、スタンガンはね、いいけど、効率的ですけども。え、一般市民、罪なき一般市民を ああ、これはオルテカさん悪い子ですよ。ああ、また、ええー、生、そっか。ええー、と、ギフテリアンに変身させられるか、それか、ギフ様に生きたまま食べられるか。どっちがいいギフ様バイキング会場、うん。え、みんなど、どっちだ どっちがい,い <laughs> どっちか選べって言われたらどっちがいい <laughs> あのまま食べられるかそのまま食されるかギフテリアンになるか <laughs> 私はあのライダーキック受けたいのでギフテリアンになっとくかなうんうわーオルテカさん そ、そうだね。これある意味どっちにしろギフ様の養分になっちゃうんだよな。このギフテリアも倒したら、倒しても救えないしね。ん。寝てる間に押されるならマシかな。ああそうだね。寝てる間だったら、苦しまなくて済むのかな。 うん <laughs>。これは、一般市民をまず、まず守らなきゃいけないですね。はっえ、く、苦しい苦しい 今の目つき、変わったよね。目の色変わりましたよね。ゲス様本人、うん、あの、すごい防御力が高かったような気がする。傷つけようとしたけど全然傷がつかんなかった描写なかったかな。もしね、ギス様本体を叩けるんだったらやりたいんだけど、 面、うん、の色が変わるのは暴走の予感。どうなっちゃうのかな暴走は、暴走展開苦しいけど、オタク的には楽しみな部分がありますよ。どう暴れてくれるのかなってね。暴れ暴れたろう暴ったろ暴たろ暴たろ戦隊ドーブラザーズはあともうちょっとですね。9時半からですね。 うん、アバアバしてきた。<laughs> アバアバしてきた。別のスーパー戦隊にならんかアバレンジャーじゃないかアバタロー戦隊、ない、アバアバ、ジオジオしてきたみたいな。うん、今俺も呼んだか、呼んでないです。ドン桃太郎ローまだ呼んでないです <laughs>。え、 ドンモモタロウって何呼んだだけ、名前を言っただけでも来てくれるの見ただけで縁が結ばれるんじゃなくて、呼んでも縁が結ばれてしまうのほんとさ、ドンモモタロウ、SCP みたいで面白いよな。<laughs> SCP ドンモモタロウ。 あーええー、ちょっとこの CM の時間がドキドキしてますね。あ、終わりました、CM。大事くん。うおーええーあ、オルテガさん変身できなくても余裕なのは、そっか、ギフ、ある意味ギフ様 VS 大事くんってことそれはさすがにホーリーライブでも、 勝てるかどうかあ,あギレラ様やば、二十七まだ中盤だけどギフ様ってラスボスじゃないのラスボスクラスの敵が今中盤で戦ってるってことそうだカゲロウがカゲロウがくれたんだもん うーん。はーいさくらちゃんさくらちゃんの、さくらちゃんの叫びがなんか癖になってきちゃったな <laughs>。私もよえ、バイスくん待って、バ,バイスくんえー。 と、これはまさか、ジャック・リヴァイス VS ホーリーライブえぇ、ー、勘弁して、こんな、こんなのって。あこりゃもう、オルテカさんも好感度なんて知らねえどんどん落ちてけ、地獄に落ちろーみたいな。 <laughs> いいなぁ、吹っ切れてるなぁ。えジョージ。ジョージジョージええーと、ジョージあの、バイスタンプを持ってくのは、まあわかるんだけど、なんで、デモンズドライバーを持ってったえ、まさかジョージ え、ジョージ君デモンズドライバーってどうするのギフ様が、ああ、アギレラ様がついてってる。どうするの、アギレラ様。アギレラ様がなあ。ああ、まず、そうだね。まずは、お兄ちゃんを倒して。<laughs> ええー そんだけ強くなってるってこと あよかったかげろう舞台生きてたわ、はあそうかげろうくん先週さその「ホーリーライブ」の力を大地くんに託して消えてったじゃんかげろうそのあのシリアスなところからねかげろうくんが絵を褒めてくれたりあのギャップ面白かったですね いやー、ちょっと新フォームも出てきたし、ストーリーも、もう気になるし、怒涛の展開だし、仮面ライダーリバイス、ちょっと、来週が、来週早く来てくれ。さあ、じゃあ、そのね、リバイスも、しかもプリキュアも続きが気になってる状態なんですけれども、みんな、残念なお知らせ、ドンブラザーズ3話が始まります。<laughs> 残念なお知らせではないけどさ、 <laughs> この、この感情がもうめちゃくちゃになってるので、さらに感情めちゃくちゃになるであろうドンブラザーズが始まってしまいます。大変ですね。うん、アバーバしてきた。それはアばバレンジャー。どんどんかなどんどんしてきた。ドンブラドンブラ、ドンブラ。ブンドル、ブンドル。<laughs> えブンドル、ブンドル、ドンブラ、ドンブラーって言ったら、ブンドル、ブンドルが出てきたな。そう、ドンブラザーズは助けてくれないの。きっと、きっとドンブラザーズも、あれでしょシリアスなんでしょトンチキの皮かぶったシリアスなんでしょ私知ってるんだから。うん、みんなで流されろ。<laughs> このめちゃくちゃになった感情を、じゃあドンブラザーズで、 流してもらうのかなそっか。そういう感じか <laughs>。あ、前回のあらすじ。やっぱり、鬼シスターの中心になって話が進んでますかね。うん。ナイトさん、この後ドンブロザーズで今週の日曜日が全部わからなくなるぞ。そうだね <laughs>。

うん、店長、毎度本読んでるな。そうだよね。あの、忙しくないのかないいな。はや、あの、流行ってない喫茶店でさ、マスターやりたくない。<laughs> どこで、どこで収入を稼すどこで稼いでるのかわかんないけど、全然客が来なくても普通に、そのまま、 あの、やってる喫茶店。はい。おしゃれ。うん不動産。<laughs> 不動産で稼いでいる。リアルだな。<laughs> 風流人。ああ、そうだ今日はサルブラザブルーですかね。 フルーカイかつ、えっと、女幹部が出ます楽しみですで、えっと、先週のね、予告でもうルチカは覚悟してるんですけれども、今回の怪人のモチーフが、ルパパと多分、ルパンレンジャーの方だけなのかなえ、パトレンジャーも出てくるのかなルパパとでセットだとすると、 えっと、考えられる地獄としては、あの、正体バレですよね。<laughs> 正体バレを、まあ、ちょっとルパパトと絡めつつやるのか、で、ルパンレンジャーのみだとすると、大切な人が、その、目の前で、怪人になって、で、ノートに倒されて、消滅するとかね。そこら辺の要素が、 ルパパと要素で絡んできたら私はもうしんどいってなりますね。うん。スノー女幹部、キラーメイジャーは、キラーメイジャーもありましたよ。よどん様でいらっしゃいましたね。うん。そうだね。敵の攻撃が氷属性だったらよりしんどいですね <laughs>。 もうね、ルッパパトで考えられる地獄を予習しちゃったら怖くて怖くて仕方ないんだよね。うん。ルパレンの闇。レオタードかキツツキ。<laughs> えでも心配すぎて、確かに突然現れたキツツキがこう、やってくるのかもしれん。い 何やってんの、エアー茶。酒。エアー晩酌。はい。あ、そういう。 何働き方稼ぎ方をしている。えおでんだマジネーションは最強で特急で教わった。先週の続きかな生きることが仕事、すごいな。ほうん。 何,何それ分からんわ <laughs> かんないわかんないわかんないそれを受け入れてしまうのかあーでもこうやって暮らしてたのねある意味すごいわで、ね、も才能が天才かセータカーなんだっけセータカー泡立ちそうヒゲナガアブラムシがトレンド入りしそうですね スマホはどうやって拾ったもしかしてスマホを。<laughs> あなた、あなたスマホ持ってなさそうだもんね。そっか、それで拾ったら、ああ、泥棒怪盗怪盗 <laughs> 盗まれたってことは、それは、怪盗、ルパンレンジャーでは。 ねえどうしたのああサッカーボールが、うん、そうだね警察に相談しろ <laughs> サッカーボールを取るためだけにあああてなるほどねはい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  どこでもドアで、そっか、移動すれば一瞬か。優しいじゃん。うん。ここで行く。ん <laughs> ふうわーなんだこいつ <laughs> うん。こう見るとみんな日常に支障ない範囲で能力使ってるのね。なんか、あれだよね。ここぞという時の変身っていうよりかは、日常的に、確かに使えてる。あ、いいお部屋。かわいいお部屋じゃん。横を通ったな。これでお前と縁ができた。え <laughs> <laughs> うわー来やがった あー桃いたろうだー呼んだら来た。ゆりこさん。あおばさんそうそうそう。お母さんじゃなくておばさんと一緒に暮らしてるんだっけ。お黄色いお財布だ。金運アップですね。うん、え、桃いたろういたけど うわあ <laughs> おばさん、それはちょっと、そんなにダメージは受けてないのかはるかちゃんは。おばさんも信じてないのえ、あ、洗い物してる <laughs> え 警察と、回答…おばさんなんだっけ、おばさん、職業はあ、刑事、警察だー すでに警察要素があったんだ、うん、桃井太郎のネームプレート見ないよそんな名前なんて普段から名前気にするみんなあでも気にする人もいるか、うん、はい ほえー、照明泥棒あ今ネームプレート吹っ飛んだよ太郎 <laughs> 熱いじゃん <laughs> うん め <laughs>、目の前にいますけど。そうだね。ああ、確かに配達はしたことない。だって自分で自分のところに配達はできないからね。ああ、そう、名前を聞け名前を聞け <laughs> ああ、こんなすれ違いコントなんだよ。<laughs> もどかしい。もどかしいよ。<laughs> でもこれ、正体が分かってないっていうのを、ルパパトっぽいっすね。ルパパト要素これなのかなわくわー、もう目の前のその人なんだよーっていうもどかしさ。いいんだ。 バイトすぐ休んでいいんだ。すごい寛大だね。あえ、隣隣にいるよー <laughs> え <laughs> ちょっと、そんないちいちに聞かれたらやだ <laughs> <laughs> これ、置き配をしてもらうことになるかもしれないな <laughs>。これはあれじゃないあのー、お客様の声で書かれてしまうんじゃない <laughs> 配達員さんがちょっと怖かったです <laughs>。あ、配達だ。あー、悪い人だ <laughs> 安心してるじゃん、お姉さん。え闇あー、だから、そっか、照明を盗んでるのってそういうことえ待ってちょっとこれえーっと、私分かっちゃったかもしれない光を集めてる 自分自身が闇なんだよ。自分自身が闇だっていう自覚があって、でも光に憧れて光を集めているそんな感じじゃないですかえ矢の会に <laughs> あ、そ、そ、かわいい。ちょっとご,ごめんなさい。あの今、ルパパと考えてしんどくなってました。えお、お姉さん。お姉さん、お名前は お名前出てたっけそ、その兄ちゃんその兄ちゃんそ、その兄様な、なんて言えばいいですかあー、待って、矢の帰り、だってさ、帰りくんってさ、帽子かぶってたじゃんキャップかぶってたじゃんあれ絶対矢の帰りじゃん <laughs> 今のさ,さっきのクロークマンのお兄さん配達のお兄さんキャップかぶってたから矢の帰りじゃないんですか <laughs> えー、なんて呼ぶかなその兄さんはそのノ兄ちゃんその兄さんその兄さん私はその兄さんでいく いやーえ、いや、でもまだわかんないよ。まだ、で、っちかは、ルパパと見てたから、そんな感じかなって、その、ルパパと要素だとしたら、え、光を集めて闇を、いや、自分が闇だって自覚してっていうんだったら、それかなって思ったけど、まだね、話はまだまだ続きますから。まだ15分経ってませんから。最後まで見て判断しましょう。 うん。で、そのね、カイリは、まあ、お兄ちゃんみたいな存在に憧れてはいたんだけど、でもお兄ちゃんみたいにはなれないっていうね、ことを自覚していて。で、お兄ちゃんと似ている光属性の浅香圭一郎もね、 いやーそういうなんか光属性がそばにいてより自分の闇が、こう、浮き彫りになるっていうのがしんどい要素ですよね。北田さん。うん。ぬぱぱと歌詞に光放つ門外不出のコレクションってありましたよねそれかー <laughs> 光放ってるわ。 照明、じゃあコレクションを集めちょる。え何ああ、そ、うわーこれはちょっと、配達の闇。え、<laughs> 弱<っ笑> やっぱあれだよ。置き配が一番いいよ。え、鬼退治 <laughs> は、はるかちゃん、なんか、なんか、すごい楽しそうな性格だな。人生楽しいだろうな。<laughs> <laughs> これ配達の効率としてはあんましよくないよねこれはレッドとブルーとイエローが揃ってますね 無線飲食の人。<laughs> あ、ほんとだ、ルパンレンジャーの色。ほんとだーそうだわグリーンそもそもいないよねドンブラザーズ。 多分、その自分のアバターの色と同じ色のスーパー戦隊しか変身できないと思うんだけど、グリーンいないのかなもう、出られないのかなそれか追加戦士がグリーンだったりするのかなドンブラザーズ。ふーん。 すべての明かりを消そうとしてる闇を今明るいよ、うん、あ黒黒駒じゃん荷物いっぱいじゃん。 家の明かりはか、あ家族の団らん。え、明かりなーいええー、明るくならーん全部なくなってんじゃん、明かり。一緒にエッフェル塔がありましたね。ルパン X。<laughs> あ、ネームプレート、そこでちょうど。待って、これだけ暗いとさ、後ろから人が出てくるのかなって、ちょっとホラー要素を思ってしまったけど、そんなことはなかった。うーん気づいてしまったー <laughs> あ追跡うん。おーそうよね。ごちゃごちゃだったもんね。荷物がね。おー追ってきてるの、バレちゃったね。 <laughs> こちらには割れ物がある <laughs> 仕事中に真面目だな何だろうなええー、待って運転免許持ってる免許一旦さ一旦ちょっと車止めよう車どっかに止めとこうええー いや、あの、割れ物注意どころか全部がめちゃくちゃになるんじゃないか <laughs>。うわぁ<ー> <laughs> タイヤパンクさせたよ。ああ、それでね、無理やり止めさせるという。すごいことするなぁ。<laughs> なんとか <laughs>。 止められたねよかったねあどんな解答切って出ましたねかっこいいじゃん,うんやっぱルパンレンジャーオンリーなのかなファトレンジャーはじゃあ別 ほほー。みこし省略された <laughs>。毎週みこしはないのか <laughs>。え、いなくなったおーいい変身だおー、今のすごかったな。今の避け方かっこよかった。 仮面ライダーよりバイクに乗っていると思う。すでに。そっか、バイク取りに戻ってたのね。えー、ちょっと今、怪盗にの、敵の怪人のデザインちゃんと見たいな。しっかり見てみたいな。どっかにダイヤルないかね <laughs> ダイヤルないかな。 やかいよで全員集まったね。<laughs> こんな全員の揃い方あるゴリラ、あの、ブルーの。ああ、お尻赤いの鬼だよ。こんな、こんなトゲトゲしたウサギはおらんよ。あっ、この足は。お姉さんそ、その2さん へーかかわいいって言われたいあ怪人になればかわいいって言ってもらえるんですかあいい変身じゃんへんの仕方いいじゃん 外の謎もね、まだちょっと始まったばかりだからわかりませんけど。戦う目的自体が違うんだよね。あ特急ゃになったこれはあれかなもしかして来週は、ルパンレンジャーに変身するのかな <laughs> 怒られてあんの特急じは確かに光と闇で。 つながりがありますわね。ああ回すぞーあ、今気づいた犬ブラザー。ブラックさ、ちっちゃいから、そっか、回せないんだ。<laughs> 細かいところ起こってるな。 ね、犬は持てなかったんだね、あの、取っ手が。 え人間は救えないけどギア自体は手に入るってことそれでもいいんだいやールパンレンジャーで人を救えないっていうのはちょっとこれはしんどいよー。<laughs> えー、ねルパンレンジャーで救えないエンドはもう完全にあのルパパとのオタクだ大丈夫息してる <laughs> 氷属性ではなかったけど砕けるっていう描写は。 ね、ザミーゴっぽさを <laughs> 感じますね <laughs> あ。あとうとうやるのかいおー、うん すごい暴れてる。ああ。タロウ出てきて <laughs>。えおにぎりおにぎりわいルパイエロー。おにぎりとおにぎりなにえ待ってピラミッドじゃん。今のピラミッドオーレンジャー ピラミッド超、え、オーレンジャーだと思うけど違うかな古代の力、オーレンジャーオーパーツ宝繋がり <laughs> ある意味、その、ルパンレンジャーのお宝繋がりでいくと、古代のその、まあ、オーレンジャー繋がりありそうではある。どうなんだろう ちょっとまたあの怪人のねモチーフとかを確認しつつチェックしてみるのがいいかもしれないまさかピラミッド三角三角おにぎりとかいうそんなつながりそれかもしれないあーそんなことされたらどうしよう来週どうなっちゃうんださて 日朝が終わったよー。テレビを消したよー。BGM つけるよー。ちょっと爽やかな BGM になっております。さあ、日朝同時視聴、ポリキュア、仮面ライダー、スーパー戦隊終わりましたねー。いやー。なんか、やっぱいつもと違う感じの感覚。 違う感覚ですね。プリキュアは、もう今、デパプリはね、お休み中で、映画をの同時視聴っていう感じだったし、リバイスはね、リバイスは多分2、3話分が詰め込まれてたんじゃないかな <laughs>。もう、これはもう一回見ます <laughs> リバイスもう一回見よう <laughs>。いやでもリバイス面白いよ、私は。もう、しんどいよ、リバイス。 で、ドンブラザーズは、ドンブラザーズは、ドンブラザーズ自体を、ちょっとまだわからないけど、歴代のスーパー戦隊の要素を探す感じでちょっと面白いですね。うん。ルパンレンジャー本編で誰かを救えたの。そうだね。ドンブラザーズでは救わせないのはえげつない <laughs>。救えないエンドだったよね、ルパバと。ルパンレンジャーの今回怪人がね。 いやこれ、ルパパと知らない方に説明するとですね、そのルパンレンジャーってなんでルパンレンジャーに変身するようになったかっていうと、大切な人たちがね、あのー、氷漬けにされてしまって、目の前から消えてしまったんですよ。氷漬けになって、砕け散っ、目の前で砕け散ったんだよね。 で、その大切な人たちを取り戻すためにルパンレンジャーに変身してで、誰にも正体を明かさずにコレクションを集めてで、助けようっていう感じでその変身していたんですけどそういう要素があったもんでルパパトのこの要素でルパンレンジャーの要素が入ってて人が目の前で砕け散ってしまった大切な人を救えないっていう描写はねかなりしんどいですね。<laughs> <laughs> そこがね本当にやっぱルパパとを知ってた人たちはよりこの苦しさが来てるんじゃないでしょうかうんそうで今までそのルパパとのまあちょっとネタバレにはなってしまうんですけどルパパとで出てくる怪人って人間に化けるんですよまあ人間に化けるっていうか人間体をこう持ちつつの で、怪人にも変身してっていう感じなんですけどそこもねストーリーが進んでいくと結構しんどい要素になっているっていうルパパと見たくなってきたな <laughs> うんあと怪人のデザインが好きですねドンブラザーズうんそうそうそうルパパとの怪人はギャングラーって言います 桃井太郎,、ね、井太郎2話ぐらいまではどんなキャラクターか分かんなかったけど確かに今回中心になってましたね。タロ郎,郎界でもないな。ドンブラザーズってさスーパー戦隊のまあ今までの定番っていうとあれかもしれないけど大体いいさ1話がみんな集合全員集合会でで2話が ロボ戦が入ってそういえばロボ戦なかったね2話で初めて合体してロボ戦があってで3話でブルー界とかグリーン界とか1人ずつのそのメイン界やってっていう感じが結構恒例だったんですけどそんな感じではないわよねうん、まあ、ただ今3話の時点でブルーが出てきたからある意味ブルー界なのかな ロボ要素ああそっかちっちゃくなって巨大化線ではなかったからあれかまあでも変身はしてたのかロボ線ではあったのかあれはふんーさてじゃそろそろ終わるかなあ待って一回トレンド確認したいな 日朝トレンドチェックえー、っとルミナスこれはシャイニールミナスですかシャイニールミナスが多分トレンド入りしてるルミナスだけトレンド入りしてるあとはあとは トレンドが反映されてない <laughs> トレンドが反映されてないかもしれないまた後でチェックしよううんセイタわだちそうひげ長ゲナアブラムシ入ってたのそれさ調べていい調べてみます。

えっと、ちょっとあの、ハスコラとか集合体恐怖症な方は、画像を検索しない方がいいと思います。てか、一番最初に検索したら画像出てくるので、うわーってなります。色味で言うとですね、色だけ言うか、赤色です。赤色の虫さんでした。で、多分手足が黒いのかな赤色の体に手足が黒くて、で、ちっちゃくて、ぷっとててててって何匹もいた感じ。 えっもう一回見よう <laughs> うひゃーってなったけどちょっともう一回見よう。うハー <laughs> あーなるほどなるほどオッケーです。うん、あそう若い人さん。あごめん見逃してたわ。ありがとうわざわざ。 うん、あ、MMM さん、ありがとう。プリキュア、そんなに詳しくないけど、宮野さんが出るから見に行った私ですが、おお、そうなんだあの映画は、うー、やばかったです。<laughs> どういう意味でやばかったのかしら。まあでも、3週にわたって、オールスターズやるのでね。 かか初見見だから楽しみに見ていたいいたと思いますアブラムシってそういえばテントウムシ食べるよねあテントウムシがアブラムシを食べますよねちょうどね画像調べてたらテントウムシがそのセイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシ食べてる写真見つけてこれが自然かと思っちゃった <laughs> 弱肉強食の世界 層ヒゲナガアブラムシで調べたら害虫って出てきてそうかーってなったふんあ慣れましたね慣れたけど多分いろんなちょっとアブラムシな画像が出てくるから苦手な方は調べない方がいいです内科は大丈夫でした <laughs> ゾワーってなるけど全然「いやー!」っていうほどではない。 日朝乾燥会がないんですけれども最後にみんな言い残したことある言い残したことっていうか乾燥会できないのごめんねちょっとね実はね今日ルチカずっと咳がゲホゲホしててね今日じゃないね結構前から お席がケホケホしておりまして、ちょいちょいマイクをオフにして、ケホケホしていたんだ。あんまし長引いてるようだったら病院に行こうと思います。でも病院怖いよー。いや、病院は怖くない。だって、治してくれるから怖くない。でも、でも、うえーウ <laughs>、えー、誰か一緒についてって <laughs>。 <laughs> 一人で病院行けない吸血鬼ですね<笑><笑>あなんかでも長引くようだったらちゃんとあのね見てもらいますのでご安心くださいすいませんでした ちょっとでも今日はあんまし長く喋れそうにないので夜はお休みです。で、お知らせ、おしゃべりフェス委員長会議に出演いたします。詳しくはツイッターの固定ツイートにしておりますのでチェックしてくれると嬉しいです。で、今日20時、あーこれどうかな、ツイッターで告知できたらなーと思ったんだけどもしかしたらできない可能性がいです。でもツイッターチェックしてくれてたら嬉しいです。 あはまはまさん、お疲れ様でした。ありがとう。お大事にありがとうね。安藤さん、ありがとう。めっちゃ朝同時してありがとうございました。喉じゃないんだよね。肺 <laughs> 肺が息苦しい。肺がなんかずっと痛い。やばい。あ、これは言わなくていいやつだ。ご,ごめんなさい。心配しないで大丈夫です。 終わります。チャンネル登録、評価よろしくお願いします。今週もみんなと一緒に見れて楽しかったです。来週のスケジュールとかも Twitter で出すんで、見ててね。それじゃあ、バイバイやみんな、体調気をつけて、健康に